こんにちは、バイアンドです。今回は、結構悩んでる人からしたら割とナイーブな話になるんじゃないかなと思うんですけど、タイトルにもある通り恋愛経験が少ない男子に対して思う女子の本音をちょっと話していきたいと思います。バイアンドチャンネル。これは結構今回バイアンド調べでちょっとやらせていただいたんですけど、まずちょっと大前提としてなんですけど、恋愛経験が多いと少ないがなんかどういう基準でちょっと話したらいいかっていうのが若干分からなくなっちゃいそうなので、ちょっと基準だけ鳴らしておこうということで、今回は仮で20歳までなんか誰とも経験してない、または1、2人ぐらいだったら経験人数は少なめな方なのかなって思います。それ以上の場合は普通に当たるかなと思うんですけど、20歳で5人以上とかだと多分多い方に当たるんじゃないかなって思います。10人とか言ったらもう確実に多い方だと思います。ただ20歳までに1人しかなかったとかっていうのがあったとしても、その人との期間が本当何年も続いて結構長かったとかだったら人数自体は少ないと思うんですけど、妥当な理由だねっていう感じになるんじゃないかなと思います。ということで早速なんですけど、経験人数が少ない人に対して思うことを紹介していきます。まず1つ目が、年側がリードしないといけないかもと思ってしまうです。年側がそれなりに恋愛経験をしてた場合とかだと特に思いやすいのかなと思うんですけど、そうじゃなくてもやっぱり男性側で彼女いたことないんだとか経験がないんだとかっていう風にこう言われると、なんかこれをちょっと思う人は割と多い気がします。次にあったのが、初めてになれてすごく嬉しい、歓喜っていう意見がすごい多かったです。経験人数が少ない男性に対して思うことって悪いことだけじゃなくて結構いいことというかプラスに捉えてくれる女子も多いです。これだけの意見じゃなくて3つ目の意見にもあったんですけど、私色に染めたいっていう意見も割といました。逆に経験人数がすごい多いとその人の癖というか悪というか女の人喜ばせてきたっていうなんかテクニックをそのまんまやったら私も喜ぶだろうみたいな、そのなんか流れ玉みたいなのをすごいもらったりとかするの嫌だっていう人ね、やっぱ結構いたりとかするんですよね。もう経験人数が少ない男性とかだと、あの人に入れ知恵をすればそのまんまその人は多分育ってくれるだろうという、すごい嫌な言い方しましたけど、そういったこうものができるではないのだろうかという女子側の策略的な考えが結構多かったです。2つ目は、かっこいいより可愛いと感じることが多い。これはね、確かにってなりました。だって経験人数が少ないんでしょ、可愛いよねで多分なります。私でも決してバカにしてるとかそういうことじゃないんですけど、経験人数が少ないからこそその人ならではのこうたどたどしさというか、初々しさというか、そういうのって絶対出てくる部分がきっとあって、なんか例えば映画とか見るときに、なんかポップコーンとか、隣にこう座って、なんか、手とかこう出すときとかも、なんか、これ言っていいのかなみたいな。なんか、これって相手のちょっと手つなぐべきなのか、それともポップコーンをただ食べてるべきなのかとか、で、それいつ行くべきなのかとかも、これ一体が全部可愛い。ってなります。1つ目は、今までの元カノと比べられないからいいっていう意見でした。今回調べてきて結構思ったのが、経験人数少ない男性に対してネガティブな意見があんまりなかったです。ただちょっと後で出すものもあるんでゼロではないんですけど、でも人数少なければ少ないなりにすごいいいなと思う部分ってあるから、それは全然男性の皆さんは結構安心してもいい部分なんじゃないかなと思うんですけど、今までの元カノはこうだったとか、今までの元カノに対してなんかこうやってきたこととか、元カノの基準とか、そこら辺をこう比べられるのってすごいやっぱね嫌だし、あとねこっちが過敏に反応してしまうっていう側面もあったりするんで、気にせざるを得ないみたいなことが起きてしまうことあるんですけど、それがないからすごい心が
楽、初めてが自分で、あなたの基準が全部私になるんだと思うと、伸び伸びやれるっていうことも結構多いです。で、私は前の調べを見てて思ったこととしてやっぱあるのが、好きになったら経験人数って本当関係ないんだよなと思います。恋愛に影響しないんです、正確に言うと。いちいちのこう言動に対して思うことはあっても、経験人数が少ない人と恋愛をしたいかしたくないとかってあんまりそもそも存在しないパターンが多くて、私個人で考えても経験人数がめっちゃ多い人がいいとか少ない人がいいとかって考えたこと正直ないですね。次、私はぶっちゃけ多い人と少ない人どっちが好きっていうことに関してです。さっきは恋愛経験が少ない人っていうのだけにちょっとフォーカス当てて話してたんですけど、恋愛経験が多い人と少ない人はどっちがいいかっていう、もうぶっちゃけた話は、これに関してもいろいろ調べた結果、多い派と少ない派どっちもあるなっていうのがちょっと率直な意見ですね。多い派の人はやっぱ頼りがいがあるっていう意見だったりとか、あとは慣れてるから身を任せられるっていう意見が圧倒的に多かったです。これはやっぱね、女子側からして男を感じる瞬間って本当にドキッとすることが多くて、自分に持ってないものを持ってるっていうその状態にすごいこうキュンとする人が多いというか、特に男らしさとしてやっぱ身を委ねられるっていうのは安心感があるので、そうしたいんですよね。全女子まではないけど、真ん中の 7,8 割ぐらいの女子はやっぱり男性に頼りたいとか、自分が甘えて男性にそれを受け入れてもらいたいとかって思ってるやっぱ女性は多いんじゃないかなと思うので、やっぱそういう意味でボーイ派の特徴として持ってるやっぱこう特有のなんかこう慣れた感じとか、あと女性のエスコードとかそういったものとかを感じるのがすごい好きって人は多いです。逆に少ない派の人でいいなと思うのが圧倒的に多かったのが、誠実さを感じることと思い出に残ってくれやすいっていうことが結構多かったです。まあ、その中でやっぱ誠実に見えるっていうのはすごいわかります。めちゃくちゃわかるし、多分実際そうなんですよね、きっと。実際多分その経験人数が少なければ少ないほどやっぱいろんな人を見てるけど、でも付き合ってこなかったっていう事実があるわけじゃないですか。まあもちろん付き合えなかったっていう事実もあると思うんですけど、でも誰でも構わず数当たるっていうチャラ男精神じゃなくて、まあ、そのちゃんと当たって砕けたっていうなんかところを経験してる人なのかなとか、なんで経験人数が少ないのかっていうのもいる理由があると思うんですけど、まあ、そういうのも想像できるよねっていうのがあったりとか、あとやっぱ思い出に浸ってくれるっていうのは結構いろんななんか意見で多かったです。あのさっきの経験人数が少ない人に対して思うこととしてあった、今までの元カノとあんまり比べられないからとかっていう理由にもちょっとあったんですけど、やっぱりなんかねこう思い出に残ってほしいなって思うし、思い出に残るような女性になりたいな自分がと思う側面もあったりとか、いろいろねこう考えたりするので、そういう意味でこの意見が多かったんじゃないかなと思います。で、次になんですけど、経験人数少ない人に求めちゃうことをちょっと紹介していこうと思います。まずこれは絶対やってほしいなと思うのが、俺経験少ないからさを盾にしないでほしいっていうこと。これは本当共感しかないし、男性にとって難しいことでもあるからこそ、なんかそこを乗り越えてやってもらえた時のこう女子の惚れ方が全然違う。経験人数が少ないとデートとか、 なんか LINE とか普段の会話とか営みとかいろんなこう側面で、あの慣れなささっていうのが出ると思うんですよ。デートはどうやって決めたらいいんだろうとか、会話はこういう時どういうこと喋ったらいいんだろうとか、いろいろあると思うんですけど、なんかその時にこう女性任せにして、なんか女子からなんでやってくんないのとか聞かれた時に、いや俺全然経験人数少ないからさってこう言っちゃいたい気持ちとかあると思うんですよね、男性の皆さんは。でもそれを言われると私が全部やれってこととか思っちゃうんですよね、女子は。だから例えばそう思うんだったら、一緒にちょっと考えたいなとか、経験人数少なくて自分が今どうすればいいか正直分かってないから、ちょっと自分が〇〇ちゃんの好みとかをちゃんと把握できるまではちょっと一緒に考えてもいいかなとか、なんかこういうね、その相手のことを思った言動で、かつ自分の経験人数の少なさを盾にしない言動を多分していくだけで全然印象が変わります。1つ目、真面目になりすぎないでほしいこと。これも本当にあるあるだと思うんですけど、やっぱり経験人数少ないと初めて付き合ったりとか、まあ、何かいい感じになった人とかと真面目になりすぎて
相手のことを縛っちゃったりとかすることってね、あったりするんですよね。これやってる時はあんまり気づけないことが多いんですけど、例えばデートとか好きになって恋愛の理想図とかってなんとなくこう誰しも持ってるものがあると思うんですよ。例えばなんか週に1回は会いたいなとか、毎日連絡は取らないといけないよなとか、こういうこう恋愛ってこうであるべきみたいなものってどこかしらにある場合が多くて、それをなんかこう忠実に真面目に実行しようとすると、人によっては、まあ、嬉しい人も全然いると思うんですけど、縛られすぎだよなとかそういうふうにこう思ってしてしまう人っていうのもいるし、女子からするとそれが本当に理想がドンピシャで当てはまってる場合もあるんですけど、そうじゃなかった時にそれが合わないとやっぱ一気になんかこうガタガタガタって崩れちゃうんで、これは相手と付き合ってない段階でも付き合ってる場合でもどっちでもちょっと言えることかなって思います。もう一個は、たまには駆け引きもしたいっていう意見がめっちゃ多かったです。駆け引きとかって分かんないじゃないですか。だって経験数が少なければ、仮にそれが分かったとしてもずっと続けられるようなこう気力っていうのは慣れてる人とか経験人数が多い人に比べたら少ないわけですよね。だけど駆け引きによってドキドキしたいと思う女子が多かったりとか、あとまあ似たような言葉であるのがギャップとか、そういうのをこう結構あるとすごいドキドキする女子はやっぱ多かったりするので、やっぱなんかそこをこう考えて行動できる男子はやっぱすごくすごくいいなと思う女性がすごい多いかなと思います。駆け引きの動画とか出してるんですけど、やっぱそういう動画見たりとか、そうじゃなくても本なりインターネットなり、なんか実際にリアルの友達に聞くなり、いろいろやってみて自分なりになんか少しずつ努力してみるといいかなと思います。はい、ということでもう一個あるんですけど、それが経験人数が少ない人に好きな人ができたらどうするべきかっていうことを最後にちょっと言っていこうかなと思うんですけど、まず一つ目が、少ないなりのいい部分をたくさん見つけること、まあ、あるいは考えることが重要かなって思います。よくあるあるなのが、経験人数多い人みたいな言動に寄せていこうとして自分をすごい高く見せようとする人っていると思うんですけど、これね、正直良くないっていうよりかは個性が潰れるかなと思います。だって経験人数少ないって全然悪いことじゃないのに、それをこう見せまいとどんどん自分がアリビじゃないですけど経験ちゃんとしてるよみたいな風に偽ることによって、逆に後々でなんかギャップが生まれちゃうんですよね。この人って全然女性なり意外としないんだなとか、なんかねそういう風にこう思っちゃったりするようになっちゃいますよ。だから、どちらかというと経験人数少ないなりのいいところをだんだんちょっとこう考えてみて、それを相手に出すようにしてみるとかするといいと思います。例えば経験人数少ないけども一途に自分と思える人だよとか、誠実さをすごい大事にしてるよとか、こういうことってちゃんとね相手に何かしらの時にこう伝えたりとか、まあ、それを行動で見せたりとかするだけでやっぱ印象ってだいぶ変わります。でもう一つが、女子の好む格好を一旦真似するっていうことです。これはちょっと見た目面になるんですけど、経験人数が多い人ってなんで経験人数が多いのかって言ったら、女子受けがすごいあるからなんですよね。まず大前提として、あの女子受けが全然しない人がやっぱり女子にモテるって考えにくいじゃないですか。もちろん個性的な見た目でも女子にモテる人っていうのはたくさんいらっしゃるんですけど、今現状でこう経験人数が少ない理由があまりモテてきた経験がなかったとか、本当に一人の人だけにこう行き過ぎたとか、そういうこう恋愛を送ってきてた場合だと、あの服装の好みとかも女子受けなのかどうかって分かんないことが多いと思うんですよね。だからそういうのもちょっと意識してみて、もしも自分の好みを出したいなと思うんだったら、まあ、付き合った後にちょっとずつ相手に理解してもらいながら出していくとかするように、段階を考えながら自分の服装だったり髪型だったり身なりの部分をちょっと変えてみたらいいんじゃないかなって思います。ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。あいのでした。バイバーイ。うっ。